気になったんですけど。気になる、はい、気になることありましたか、うん、江口さんが呼んでくれたんですか。そうです。本当に。うん、やっぱ第1回目は、はい、なんすかその顔、なんすか今のその顎が、やっぱ小太郎しかいないな。ありえない、ありえない。言わされてますよね誰かに。ねえ、え、そんなことない。だって第1回目は僕が呼び出したのはって言ってますから。当たり前ですよ。毎回本当のことを言ってるってことでいいんですね。誰か大人が西山をって言って、はい、そんなことはありえない。そんなありえない。それも失礼、それも失礼ですよ。誰かが言ってくれても全然いいんですけど。ね、いや、本当にでも、うん、僕がね、そういった意味では、はい、こう、ビール飲みながら、語れる相手っていうのは、うんうんうん、所望しているので、僕自身も。あ、そうなんですか。所望してるんで。所望してる？はい。所望してるんです。どういうこと所望してるって。望んでるんです。望んでいる。はい。なので、はい、やっぱ望み通りの第1回の。ゲストの方大丈夫ですか。全然レアリティみたいにないですけど。レア感バリバリです。バリバリですか。僕そういうの結構大切にしてて、はい、江口さんにとっても、はい、僕ってレアでありたいっていう部分が強いんですね。うるせえ。だから、うるせえ。友達って行き過ぎると、うん、なんか家族みたいになっちゃって、なるほどね。なんかもう存在に扱うみたいになってきたんですから、なんかありがとうも言わない、ごめんねも言わないぐらいな、兄弟みたいになっちゃうから、なるほどなるほど。そこまで行っちゃうと僕の望んでる関係性ではないんですね。何を望んでるんだよ。ありがとうもごめんねも。俺に対してさ、笑顔でおはようも言いたい。いやでもさ、うん、そういった意味では、初めてね、孝太郎と出会った時から、はいはい、だいぶ関係性は変わってると思いますけれども。言ってみてくださいよ。何ですか。いや、どう変わってるんですか。舐めてる。孝太郎が。孝太郎が、はい、やっぱ近しい先輩を、はい、やっぱ舐めていくじゃないですか。いやいや、なん、舐めるの、なんてこと言ってんですか。近しい先輩舐めるの好きじゃないですか。いや、思ってないよ。全然。全然思ってない。そういうふうに。そういった意味で俺は、もう最初から、はい、西山孝太郎くんって言って、後輩としてね、うんうん、はい。要はもう、距離感というか、程よい距離感で接してきましたけれども、孝太郎の方が、ぐいぐい来るから。それをやっぱりさ、むしろ、どん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 フランクになっていくよね。いや、でも僕も、だから誰に対してもこういう風に舐め腐った態度をしているっていうわけではなくて、なんで、あ、そのなんか特別感あればいいよみたいなさ。じゃなくて、いや、ほんと特別ですし、あと、江口さんがそうさせてしまっているっていう、そういう後輩メーカーなんですよ。なんだよ、俺が悪い。なめ腐り後輩メーカー。江口拓也。だから、僕の他にも、花江夏樹、夢田雄一郎。なるほど。梅ちゃんも言ってました。え？梅ちゃんが？あんな優しいのは江口さんだけだって。全員が江口さんと思ったら大間違いだ。こういう風に俺たちはラジオで言ってるけれども、いいかお前ら、後輩たち。俺たちを真似するな、みたいな。そういう、スタンスでやってますから。おかしいだろ、なんかそれ言えばなんか OK みたいなさ。ただし俺は別やぞっていうことで。特別なんですよ、だから。なんか特別って。江口さんにとって、僕は特別で会ってくれてますか、うんうん、いや、それはもちろん。はい。うん。あ、こういう、後輩の中で何番目、うわ、それ聞いちゃいます？ダメだって。うわ。お酒の場だからってさ。でも、数字で、言葉ではっきり聞きたいですよね、そういうのって。うん、いや、そう。いや、いいよ、別に、うん。自分はもう高順位だと、もうさ、心の底から思ってるだろうけど、今もう別に。思ってるけど、それでランクインされなかった後輩の気持ちも考えたことありますか？あ、なるほど。逆に君が特別になることによって他の人が特別じゃなくなるんですよ。うわー、そうやってうまく逃げて勉強させてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。